さっきのワンダさんの話で侍、和の国が禁区だと分かったでしょう。確かに。だからもし口にすればミンク族の恨み、怒りを買ってしまう。しかし、なんだな、金右衛門の言ってた忍者はいねえのか。がっかりだ。忍者？あ？骨を食べるチョッパの国の武人のことか。ユティア、何か知っているのか。ミンクシップ叩き込んで見るだけだから気にしないで。ガルシュガルシュ。いや、確かに聞いたぞ、先ほど忍者と。いえいえ、そのようなこと全く言ってません。患者の具合はどうかと。患者？そうか、聞き間違えた。ユティアらは優しいな。公爵様のことをそこまで気にかけてくれて。当然ですよ。よし。ガルシア！痛くないもん。